どうかご武運を。存分にやるぞ。我は天の災い。圧倒的力の差を示して勝ってみせます。皆の背には常にこの王旗がついていますよ。諸君らの武運を祈る。Thank you.
我が山の王楊端和である。宝剣に襲われた飛信隊は逃走中に古参で秦の幼馴染の尾藤までをも失う。翌朝、友軍と合流するため動き出す飛信隊、そして最後の六大将軍と呼ばれるあの男も行動を開始する。三大天の一石は私がもらうよ。突撃対戦！貧乏！出ろ！それ以上さえずるな！黙って。沈め！どれ！それ以上さえずるな。我らの首は将も貴様ごとき我らの殿の足元にも及ばぬ。趙国軍の本陣を攻めた蒙武軍と龍国軍だったが、宝剣の出現で状況は一変。宝剣一人さえ倒してしまえば戦は終わる。蒙武は宝剣の追撃を開始する。
れは天の技。それ以上さえずるな。もう一度だけ見逃す。我らの勝利だ。受け止めよう、我らの闇を。今すぐ軍砲を起こせ。これは抜けぬ。次は必ず勝つ。一気に行くぞ。敵将軍天下の大将軍ですよ。行きますよ。沈め。どれ。あれまさに真なり。これだから乱が面白い。これ以上耐えずるな。全軍引け。我らの勝利だ。
それ以上さえずるな。沈め、どれや。ドクロ、それ以上さえずるな。我らの勝利だ。偽の宝剣を追った蒙武龍谷は敵の計略に遭い、自軍の大多数を失う。そしてついに趙騒軍に包囲されてしまう。絶体絶命の窮地にあの大将軍が現れる。全軍で敵を撃つぞ。それ以上さえずるな。これが将軍の見る景色です。水を刺された。だから戦などはつまらんというのだ。だがこれはお前の土俵だ。文句は言わせぬ。お前の負けだ。大きい。義家の援護射撃により宝剣の矛が大きの胸を貫き、因縁の対決に決着がつく。
お待ちなさい。天下の地名
天と地よ。皆と一緒に。武に生き、一時代を築き、さらに武に死ねることは本望。